あらめさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、 LINE Pay 地下鉄でコード決済の使い方、キャッシュレス VTuber 地下鉄に乗るの巻ということで、ほぼタイトルの通り福岡県は福岡市の地下鉄で一部の乗車券が LINE Pay で決済できるようになったので、早速決済してきましたので、それについてお伝えしていこうと思います。それでは早速なんですけども、こちら10月の7日から今出てる福岡市の地下鉄の駅であれば、 LINE Pay の他にもネイバーペイ、あとは WeChat Pay などで購入できるようになったということですね。まあ博多駅や天神、あとは明の浜駅、西陣など、まあ現在はこの駅でまあ LINE Pay での決済が可能となっています。 LINE Pay を使って決済できる乗車券はこんな感じです。1日乗車券や外国人専用の乗車券など、まあ現時点で見る限りは観光される方向けっぽい感じですね。それではこっからなんですけども、普段僕はモバイルスイカを利用することが多いんですが、今回はこの動画のために地下鉄の1日乗車券を LINE Pay で購入しました。でキャッシュレス VTuber 地下鉄に乗るということで、福岡市の地下鉄ライフをほんの一部ですが動画を撮ってきました。今回はその実写の映像でこの動画を終わりたいと思います。まあかなりちょっと緩い感じなので、優しい目で見ていただければと思いますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。これで僕が読み込めですね。はい、これでいいですか。はい、嬉しい